はい今回はサポート型ステップメールテンプレート3通目商品の正しい使い方基本編ということをお伝えします3通目サポート型のステップメールで何を伝えたらいいかというと商品サービスも買っていただいている方に送信している前提ですよねなので商品サービスの基本的な使い方、まあ、利用の仕方を解説しましょうということですねで正しい順序で習得してもらうということが大切ですよね、まあ 成功するかとか、うまくいくかとかね、うまく使えるか、活用できるかっていうのは、正しい順番で学習してもらうとか、正しい順番で利用してもらうっていう要素が大切ですので、こう正しい順番で習得してもらうということです。で、なぜかというと、商品、サービスって買ってもらっただけだとなかなかその後満足であって、まあ、伝わりにくいんですよね。例えば、まあ、便利なね、ウェブのツールだかを買ったとしてもそう、使いこなせなかったら、 結局、まあ、何もないんですよ。生活の中で嬉しいことってないんですよね。買った満足感ぐらいですよね。でも、使えたらより生活が良くなりますし、より仕事効率が上がったり、今までできなかったことが簡単にできるようになるっていう未来が待ってるわけです。なので、その価値を感じてもらうためには、商品サービスをきちんと使いこなしてもらうことが大事なんですよ。なので、商品サービスをきちんと使いこなしてもらうために、情報をお送りします。これが3通目になります。 でね、購入いただいたというか、買っていただいた商品というのはご活用いただいてますかとフォローをね、入れるわけです。そして、確実に成果を出していただくために、あるいはね、よりよく使ってもらうために、基本的な使い方、学習方法をお伝えします。いかのように活用してみてくださいねということで、まあ、使い方、利用法の基本編みたいなことを少しね、tips として教えてあげる。これが3つ目の文章例になります。